っとスローボール来ました。伊藤大海独特のスローボールです。今球速は測れなかったみたいです。出ません。中川5試合連続でセンターを守っています。カーブから入ってきました。94キロのボールです。うお、92キロのカーブで空振り三振。キャッチャー一塁送球してバッターアウトで、これで2アウト。私はね、またこう違う意味でしてやったりというね、ええ、バッテリーを組んでいます。そしてまたカーブ92キロ、反省はきます。3試合の出場は全て途中出場でした。なんかこうね、日本の電気印でいう感じですからね。そうですね、彼がやっぱりです。またカーブです。今度は反応しましたがファール。宮城投手のカーブもうちょっと球速あったような気もするんですけれど、ちょっと抜いてるかもしれないですね、自分でね、あのうまいこと、うまいです。初球スローボールでした。三振です。最後あれチェンジアップなんですかね。チェンジアップですかね、ここでひたすら繰り返しましたよね。そうですね。ただここは抜いたチェンジアップに空振りの三振。振らせたスライダー三振。ワンアウト、もう中村の真後ろまで変化するような食い込んでくるスライダーです。いやー、もう太ももの後ろまで回ってきました。ちょっとこういうスイングをする中村も珍しいですね。そうですね、まあ、なんとかカットしようというような感じのバットの出し方でしたけども、はい、ちょっと変化球にタイミングを狂わされました。いや、変は仰ぐ感じの柳田、うまく抜きましたよね。途中で変化球って分かってたんですけど、待ちきれないほどもっと緩い球ですよね。そうでしたね。ここでバッター分かってるんですよ。一回止まってますけど、はい、もう少し高いかインコース寄りだったら行ってるんでしょうけどね。そうでしたね。意外と厄介なんですよね。柳田の時もこのボールやりましたね。時々投げるあの超スローカーブです、はい、柳田はこのボールを打ち上げてしまいますね。待ちきれずに、はい、初めて、まあ、これも伊藤の持ち味のボールなんですが、ここで来ましたか、ね、
ここで余裕なんですよね。もうこのね、あの速度を急激に落としたカーブというのはこれ一つ取り組んでるボールの持ち球です。今日初めて緩いカーブ84キロ。低めの変化球、鶴岡さん、今伊藤博美ちょっとサイド気味に投げましたよね。やはりこういう遊びがあるんですよ、余裕があるんでしょうね今ね。まあ、でもこの次のボールをしっかりと投げないとダメですね、うん、今ちょっと ねピッチングフォーム変えましたのでね、はい、ここは集中して投げたいですね。シーズンホームランを打たれていないというんですね。それは鶴岡、おっとこれよく柳田ファウルにしました。